膝を痛めている人ならそうなんです。変形を起こしている人ならそうなんですけども、直進するとですね、この筋肉が腱に変わるところですよね、筋腱移行部のところに、痛めて治って痛めて治ってというところを繰り返しているうちに、こう手流状に固まっているような、何者かわからないんですけども、正解じゃないかなと思うんですけども、手流状に固まっているようなものを直視することがあるんですね。でそれをそうです、そんな感じで緩めてあげるだけです。こうやってですね、腰でフリクションをかけてあげるだけです。別なことないですよね、はい、これがとても大変な人の中にあります。右手に作ったらですね、これ痛い同じような要領でですね、要は腰で重熱揉むっていうことですね、フリクションテクニックですけども、同じような方法を膝蓋靭帯でも使えます。膝蓋靭帯でもですね、これは結構ですね、スポーツやってる人たちは出てきます。今のように四頭筋に力が入ると緊張してですね、膝蓋靭帯が周りが緊張してしまいますので、パテラをですね、等速から離側の方に滑らしていく、その上でですね、やっといてあげると緩めた状態で効いていきます。で特に、膝蓋靭帯炎を起こした後ですね、膝蓋靭帯炎を起こした後に痛みがついている場合、膝蓋骨の下縁の方にですね、静電炎が残っている場合があるんですよね。でそれってなかなか緩めにくいんですけども、膝先の部分でパテラを覆って等速から離側にですね、パテラを滑らせます。そうすると膝蓋靭帯に支配しますよね。その状態でちょっと失礼しますね。腰で当ててですね、そのままフリクションをかけて、で特に今お話しているこの弛緩させた状態ですね、膝蓋骨の下縁ですね、下縁を膝蓋骨と大腿骨の間に指を入れていくようなイメージで、慢性化している人なんかはこの方法で取っていったりします。イメージとしたらもう膝蓋骨の裏側を緩めるようなイメージですかね、膝蓋骨の裏側の方ですね、緩めるようなイメージです。痛いです。